クボシャン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 リメンバー終わりましたね。はい。ということで、今日からですね、億万長者合宿、レイジでございます。レイジ。はい。まあ、あの、もう、あの、レイジの後も決まってるんで、まあ、これちょっと言わないですけど、レイジうん、うん、うん。あと3つ決まってます。はい。ということは、これ1つのターンで1000本なんで、 ま、この0時、今からじゃないですか。あと4000本分ぐらいまでは大丈夫ですね。4000本分。<laughs> 4000本分までいけるんで大丈夫です。ちょっと、あの、それ以降はまた考えます。<laughs> とりあえず、シリーズもんは、あの、もうまだ考えてるんで。まあ、今回ですね。まあ、久保さんが言う通り、テーマ何しようかな。あの、一人一人絵ですね。うん。テーマ一人一人絵ですね。 まあ今僕はあの誕生日迎えまして、まあもうちょっと夜中になってるんですけど、あのメッセージくれた人に対して全部動画回答してるんですけど、で、あまりにもなんかね、今 YouTube 調子悪くてなんか公開できなくて <laughs>、手間取ってるんですけど、で、まあ、あの、結局その数が増えると、あの、一人一人は無理ですよ。 10万人とか20万人とか30万人とか40万人になって、一人一人に動画を送るとか、もう絶対無理ですね。1日1万人に動画を送れるか。まあ僕気合ある方ですけど、無理ですね。さすがにそこは。自分の時間なくなっちゃいますね。だから今の数だからこそできることがあって、結局その、なんで少なくても稼げるのかっていうと、これをただやってるだけなんですよ。 でも、少なくてもこれやってなかったら、絶対稼げないですからね。絶対ではないですけど、要は、少ないんだったら、やることは一つで、コンバージョン制約率を上げるっていう方法しかないんですよ。申し上げますね。数が少なかったら、コンバージョン率制約率を上げるしかないんですよ。で、僕、どれぐらい今上がってるのかっていうと90、90%以上です、コンバージョンが。 無料のお問い合わせしたとしてもそこから90%以上です。まあ、時にはもう100%って結構まあまああるんですけど、無料でお問い合わせしてもらって100%のコンバージョンみたいな。てかまあ100、100%のコンバージョンイコール無料お問い合わせの時点でも買う、買うことを決めてる人しか来ないっていう状態なんですけど。だから僕が昔その数の理論でやってた時があるんですけども、この数の理論、例えばメルマガ読者数2万人、あ、マックス10万人ぐらいやってたかな。10万人でコンバージョンね、90%無理ですね。 120%無理ですね。あのメルマガ登録率、メルマガの登録者10万人で、コンバージョン90%、これもし出したら、どえらい売り上げですね。10万人ぐらいいったらコンバージョンが、まあ、2%出ればいいよっていう、だから、その広告業界でも、その2%出ればね、もうあ上がったりみたいな、もう上がったりとか、もうバンバン剤みたいな。で、これが2%から3%、4%、5%出たらもう、もうガンガンいけみたいな話で。 てか、その世界ですよ。数の理論だったら2、2%が和尚の世界ですからね。大丈夫ですかこれね、最近その、あのー、西野さんの、確かね、西野さんの、あのー、有料のやつか、僕、有料入ってないんですけど、なんだっけな、あのー、なんかなくくく、クラブ、あの な,なんかその有料の YouTube チャンネルのメンバーのやつがあって、その広告担当の人がなんか話してて、その広告の人も2%でイケイケどんどんみたいな話をなんかちょっとしてる、なんかサンプル部員みたいなのがあったんですけど、2%で戦うのか、あの90%で戦うのか100、100%で戦うのかって話で、まあ、数少なかったらその確率は上げることは可能です。だって数少ないんでできるじゃないですか、やろうと思えば。うん。でもほとんどの人ここ見落としてるんですよね。 だから僕はドリームアカデミアでもうずっと言ってるのがまず一人のリーダーになりましょうっていうことで教えていますし僕自身もまあずっと独立して4年間もうずっとこの再生数この顧客数でやってますけどまあ自由にやってますで自由にやってられる理由はもう一人一人ピンポイントでやってるだけですねだからできるんですようんでもこれをやってなかったら多分ここまでのコンバージョンって多分出せないと思います 数持ってる人、例えばメルマガ読者数が、あまあラインアットでもいいんですけど、1万とか超えていくぐらい母数持ってて、コンバージョン90%とか、まあありえないんで、絶対無理ですね。でももし出せてる人がいたら、それ紙際ですね。でも多分ね、まあでもね、鴨頭さんも90%難しいんじゃないですかね。今数が多すぎるんで、さすがに。コンバージョン90%、その登録者数に対してですよ。 もうちょっと僕はメルマガとか登録してないし、LINE アット登録してないんで何言ってるかわかんないですけど、さすがに無理ですね。まあ、あそこも結構濃いと思うんですけど、90%以上は数増えると無理だと思いますね。うん。なんで、あのー、チャンネル登録者数が少ない、顧客数が少なくてもビジネスはできます。で、逆に言うと、ビジネスって、 一人にでも売れればもうビジネスじゃないですか。売り上げ上がるわけですから。だから、一人に売れないんですかって話なんですよ。ここが大事で、一人に売るっていうことを提出する。まずはそこからビジネスがスタートですから、でも多くの人ってそこをないがしろにするんですよ。一人に売る。売り上げ上がんねえじゃん。だから一人に100円の商品でもう売ってみるんですよ。1円でもいいですよ。とにかく、その売り上げを作る。1円でもいいんです。 わかります。で、そこのマインドセットがめちゃ大事です。一人に一円の商品売れませんで、これを馬鹿にしてる人はそれをやらないし、それを、なんだ、ないがしろにしてるんですよ。で、なんかその、アクセスが来ねえとかね。なんだ、どうだ、こういうわけなんですけど。え、一人に一円の商品も売れないやつがどうやって稼ぐねんって話じゃないですか。 もうもはや1円の商品も作れません。1, 1人に1円の商品も売れません。どうやってビジネス組み立てていくんですかみたいな。その数があっても無理だよねって話で。しかも、中長期なんか絶対無理ですよ。うん。だから、まあ僕は本当にその、潰れない、潰れない居酒屋。あのー高、高架下の居酒屋みたいな感じでやっていく、スタイルでこう、これからもやっていきますけど。だから、あとね、これのメリットがあって、何かっていうと、 はたからわかんないんですよ。だから、あの、ななんです。なので、数が多いと、YouTube なんかは再生数、誰か見てもわかるじゃないですか。でも、こんだけ少なくて、えこんだけ少ないと、はたから見たら、こいつら何やってんのかわかんないから、秘密がプールされるっていうね。<laughs> まあでも、その秘密も言ってるんですけどね。まあ、やる人いないですし。 なんか、目立た,た目立、目立たず、目立たず、こっそり自由に行くっていう <laughs>。これ結構ね、いいと思うんですよね。うん、だから、結構僕、コンサル生の方とかにも言うんですけど、目的なんですかと。目立ちたいんですかみたいな。有名人になりたいんですか目立ちたいんですか芸能人になりたいんですかと。目的は何なんですかと。ビジネスの売り上げを上げることですよねと。 うん、だから大事なのは今の顧客数に対してどれぐらいしっかり売れてるのかっていうところが僕は大事だと思いますね。だけど数が、売り上げが上がらないと数が少ないとかね。なんかその、どの、あの、どのコーンになるわけですよ。うん。だからまあ、まあ僕のやり方、久保さんのやり方はですね、まあ一般に、まあ、あの、受け入れられない方法かもしれないですけど、 うーん僕はそれを教え続けますね。だってこっちの方が再現性が高いので、ヒカキになれますか今から。ヒカキになる方法があったとするじゃないですか。じゃあその方法を実践して本当にヒカキンになれると思います ?800 万人とか初め初め,初めになれますチャンネル登録者数。超難しいと思うんですよね。だけど、だけどですよ。チャンネル登録者数100人とかだったらやればできるんですよ。 リストも10人20人集客するってことも誰でもやればできますここはだからやってあとはそこに対してしっかりと売れるか売れないかっていうそのまあちょっと泥臭いですけどねそこがで,できるんだったらあのビジネスはいくらでもできますようんあなんだろうなだそのやり方がねいや吉田さんそれなんか古典的で古くてなんかそういうのじゃないんですよっていう場合はもう見なくてもいいと思います だからその数が多いね、大悟さんとか、大悟さんのニコ生のとこ入ったりとか、なんかその,あの堀江さんとかね、分かんないですけど、なんかその数あるとこ行けばいいじゃないですかって話で。うん、<laughs> だからそれが正しいと思ってるんだったらね。でも正しいんですよ。ただ、こういうやり方もあるよって話です。 だどっちが正しいっていうわけではなく、僕は単純に数が少ないんだったら少ないなりの戦略があって、それをちゃんと遂行すれば自由な生活はできるよ。月収100万ぐらいいけるよって話です。で、もそれをやりますかっていう。じゃあやらないんだったらじゃあめちゃめちゃ数集めましょうって話で。でもその数、数集めっていうのは、うん、結構きついっすよね。<laughs> うーん。そう。 まあそんな感じですね、はい、だから僕の場合はあ,のあと僕の戦略言っとくと動画の本数めっちゃ多いじゃないですかこれってあの限りなく動画の本数を多くすることによってめっちゃエスプレッソにしてるんですよだからエスプレッソのこの,この氷山の逆バージョンですねもう大量の動画からブワーってエスプレッソしてエスプレッソしてたらん1人ですこれをやってます もう強,強大なエスプレッソ機で抽出して抽出して一滴みたいな。あ、一滴出てきたみたいな。でも一滴で100万みたいな。まあこの世界ですね。だから氷山なんかもうバーンってだってなんかバーンってやってもいいんですけど僕の場合はもう抽出して一滴1 100万みたいなそんなレベルですね。まあどこ目指してもいいと思いますけどね。ただ再現性で言うんだったらみんなヒカキンとかはじめしゃちょーにやっぱなれないので あーこっちの方が僕はいいと思って教えてます。うん、しかもこ、このやり方だと何がいいかっていうと、一人一人濃くできるので、ライフタイムバリューがめちゃめちゃ長いんですよ。ライフタイムバリューっていうのは、顧客が生涯を落とすお金です。これがめちゃ長いです。深いんで。だから僕8年とかいますから、ね、7年とか。お客さんの、その、うん、継続で。 これ多分情報商材屋でこれだけ長い人っていないですよ。おそらく。うん。だからそのライフタイムバリューが長いってなると、そのビジネスが安定するんですよ。で、ビジネスが安定しない理由ってもう新規の流動なんですよ。ただし、この新規の流動を追い続けると、ずっとビジネス安定しないですよ。だ新規獲得するじゃないですか。 で、潰れるじゃないですか。で、新規獲得するじゃないですか。潰れるじゃないですか。つまり、新規の、ま、あ毎回毎回新しい流動がない限り、もうビジネス終わりなんですよ。ただし、このライフタイムバリューは長いと、一回例えばですよ。えー、本当に10人でもいいですよ。あの、10人の濃いお客さんがいてます。じゃあ、10人の人が毎月ね、毎月1万ぐらい落として、あ、まあ、じゃあ3万にしましょうか。じゃあ3万落としてくれたとするならば。 じゃその、なんか、その、なんか、超濃いね、コミュニティみたいな、毎月3万みたいな、超濃いコミュニティね。じゃそれでも三十0人で、毎月30万じゃないですか。って話で <laughs>。わかりますだから、たった10人でも毎月3万の濃いめっちゃコミュニティできれば、ずっと30万サブスクですよ。うん。 だこれが一番なんか再現性僕高いのかなと思うんですけどねまあ人それぞれですからあのどのようにやっていただいても構わないですけど僕はこのやり方をずっと貫くと思いますうん多分僕のやり方で数が増えることは今後ないと思うんでてかわざとやってる部分もありますからねだからその僕のイメージしてるのは巨大エスプレス機なんでそのもう動画大量にアップしてどんどんチャンネル登録者数も逆に排除していく みんな登録してね、だから登録して、YouTuber の人とか登録してねとかね、いいねバッとしてねとかなんかやってるじゃないですか。僕全くやんないんで、かあの勝手にいいなと思ったら抽出し、あの、いいなと思って見てくださいっていう感じですよね、うん。ただし、あの、なんだ、有名には別になりたくはないけど、露出はまあまあ必要なんですよ。露出は。ね。<laughs> だからその露出の部分に関しては動画本数でそこをリカバリーしてるって感じですね。 でいろんな動画あるんで。だから裏で僕5000回ぐらい回ってるんですけど。で、そこから抽出されてみたいな感じですよね。ただし、いろんなフックでこう来るけれども、結局また潰していくんですよ。フックで来て、フックで潰して、フックで来て、フックで潰して、それでも来る人ですよね。それでやってます。うん。だから、あの、まあ、そんな感じでございます。はい。ということで、億万長者合宿0時始まりましたね。 いやまた、また続きますね <laughs>。あ、久保さん、あのねあの、僕、最近思うことがあって、まあ,あの、久保さん、あの、10個上じゃないですか、僕の。だいあの、普通に、普通にこう、行ってったら、久保さんの方が多分、早く死にますね。普通に行けばね。で僕、思ったんですけど、最近。 あのイメージ、もうたちょっと頭の中ですいません、勝手にちょっともう絵面ができちゃったんですけど、<laughs> だから久保さんが僕死んでも、あの久保さん、なんで動画送ってこないですかみたいな動画を撮ってるんじゃないかなっていう、まあまあ、久保さんもおそらくそれやってるかもしれないですね、最近ふと思ってしまって、あ久保さんが別に死んでもよ、なんか久保さんっつう動画撮ってそうだな、みたいな。<laughs> 何やってんだよ、久保さんみたいな。全然動画送られてこないよ、みたいなね。<laughs> って最近思いましたね。まあここ、この話から何が伝えたいかっていうと、これが究極系です。死んでも送るっていうね。<laughs> どうすか多分ここまでぶち抜いてる人多分いないと思うんですね。死んでも一人に行くっていうね。久保さんどうすかこれ。これ結構鉄のマインドじゃないですか。死んでも一人にメッセージ送っていくっていう。 でもね僕,僕もその絵面がもうあの描かれてるんですけどこの億万長者合宿が続いていってこの、まあ、物語になっていくわけですよ。で久保さんが先に亡くなってで僕がその久保さん宛にねこれを動画を撮っていくことによって多分この億万長者合宿の価値がめちゃめちゃ上がってなんかいい感じになるんじゃないかなと。<laughs> まあ、死んだら価値が上がるっていうね。<laughs> そう この人は亡くなった人に動画ずっと撮ってるぞみたいな。ま、多分普通じゃないですよね。うん。だからそこになんか、付加価値が非常に増すんじゃないかなっていう、この億万長者合宿の、もう、最高峰の、この、位置ですよね。あの、今までやってたシリーズもの全てに価値が上乗せされていく。<laughs> っていうね、あの、なんか、浮かんできちゃいましたね。 だから多分僕があの亡くなった久保さんにずっと久保さん久保さんって語りかけてたら多分そこで見てる人はまあずっと昔からもし見てる人がいるならばそこでもう圧倒的なまたファンになるっていうねこの人は本当にやばいなみたいな多分感動を送れると思いますあのリスナーの方に <laughs> まあいろいろずっと一話目なんでねちょっといろいろお話し,しましたけどまあ一人一人家っていうところが大事なんじゃないかなと思います まあそれでビジネスはできますから。はい。ということで、いってらっしゃい